様々な季節の自然物が表現された伝統的なペルシア絨毯ペルシア絨毯、またはペルシア絨毯はイランで生産され続けている絨毯。イラン文化、芸術を代表する極めて優れた美術工芸品の一つで、その起源は起源前の古代ペルシアにまで遡ることができる。床面の敷物だけでなく、壁飾りやテーブルクロスとしても用いられていた。 ペルシア絨毯は大きく3つに分類されている。64フィート長のカーリ、64フィート以下のカーリ種、そしてゲリームとして知られる遊牧民の絨毯である。ゲリームには荒織りの絨毯を意味するジルと呼ばれる絨毯も含まれる。手織り職人が使用する伝統的な道具。ペルシア絨毯の素材として最も多く使用されているのは羊毛だが、 綿も多く用いられている。羊毛は、コルクウール、マンチェスターウール、キャメルウールなど、様々な品種の羊から取られたものが使用されている。絹は羊毛に比べて高価で耐久性に劣り、古くなるにつれて価値が落ちていくため、絹だけで折られた絨毯はそれほど一般的ではない。絹のペルシア絨毯は、その希少性と価値、そして耐久性の低さから、 床の敷物ではなくタペストリのように壁飾りとして使用されることが多い。16世紀、17世紀のペルシア絨毯には多くのバリエーションがある。様々な地方で生産されていたことが多様なデザインを生み出すことにつながった。また、共通するモチーフとして、唐草文様、アラベスク文様、人道文様、円形文様、幾何学文様などは、 多くの絨毯に採用されている。人物文様は、イラン国内で流通する絨毯にはよく見られる、モチーフだが、輸出される絨毯ではそれほど採用されてはいない。産地ごと、あるいは家計ごとに、様々なデザインが継承されており、それらの多くは、シンプルで、直線的な文様である。このような文様を絨毯に表現する際には、特別な死体などを使用せずに、 職人の記憶や経験によって制作されることが多い。曲線で構成される複雑な文様の場合は、前もって用意された下絵のデザインと色調を絨毯のサイズに合わせて写し取っていく。伝統的なデザインも時代とともに少しずつ変化しており、現在では下絵を絨毯のサイズに合わせて縮小あるいは拡大するためにコンピュータが使用されている。 現存している最古の手織り絨毯として、古代文明バジリックで発見されたおよそ2500年前の絨毯がある。アケメネス朝、ペルシアで制作されたと見られていたが、現在は否定されており、中央アジアの遊牧系キワ民族によっておられたとされている。ペルシア絨毯の最初の記録は古代中国のもので、224年から651年のサーサーン朝、 ペルシア時代の記録である。7世紀にイスラム教圏となるまで、ペルシアでは様々な王朝が没興衰退を繰り返し、ペルシア絨毯にも多くの変化がもたらされたが、ペルシア絨毯の生産は途切れることなく続いていた。その後、13世紀のモンゴル帝国によるペルシア侵攻のために、ペルシア絨毯は衰えていたが、イルハンアサ、ペルシア、ティムールアサペルシアの下 ペルシア絨毯は再び発展していくことになる。ペルシア絨毯に使用される羊毛、絹、綿といった天然素材は経年変化によって腐食し、朽ちてしまう。このため、考古学者たちの古代遺跡調査によっても、ペルシア絨毯に関する有益な発見がなされることは、極めて稀である。古代からペルシアで手織りの絨毯が製作されていたことを示す証拠は、 数点の擦り切れた絨毯の断片しか存在しない。このような断片からは、12世紀に前世を迎えた、セルジューク朝、ペルシア以前のペルシア絨毯が、どのような特徴を持っていたのかを判断することは、ほとんど不可能となっている。紀元前5世紀頃のパジリク絨毯。現存する最古の絨毯である。百四十九年に、シベリアのアルタイ山脈のパジリク古墳群から、 高古学史上非常に貴重な絨毯が発見された。この絨毯は、スキタイ人の王族と見られる人物の墳墓から発掘されたものである。放射性炭素年代測定により、この絨毯が紀元前5世紀のものであることが判明している。2 8 3 2 0 0センチメートルの絨毯で、1平方センチメートルあたり36の網目で製作されている。 この現存する世界最古の絨毯と見られるパジリク絨毯の洗練された織物技術からこの芸術分野の進化と発展が長期にわたって蓄積されてきたことがわかる。絨毯中央部は深い赤に彩られ周囲をめぐる日本の島模様部分には鹿とペルシア人機種が表現されている。このパジリク古墳群から出土した絨毯は遊牧民族たるスキタイ人の手によるものではなく アケメネス朝ペルシアで制作されたものだと考えられている。アケメネス朝ペルシアの初代国王キュロス2世は、パサルガ大に王都を置き、その宮廷内は、豪華な絨毯で飾り立てられていた。当時のペルシアとマケドニアは、緩やかな同盟関係にあり、マケドニア王アレクサンドロス2世はキュロス2世の霊病の飾りだった絨毯に目を奪われたという、伝承がある。六世紀まで、 羊毛や絹で織られたペルシア絨毯は、歴代の王朝で発展し続けていった。サーサーン朝、ペルシア国王ホスロー一世が織らせた有名な春の絨毯は、王徳手資本にあった王宮の主役建室の装飾に使用されたものである。この春の絨毯は絹織で、金、銀、奇跡が使用された、長さ140メートル、幅27メートルという大規模なもので、楽園のような、 華麗な庭園が表現されていた。その後637年にアラブのイスラム諸国に王都が占領されると略奪された春の絨毯は小さく切り分けられて戦利品として兵士たちに与えられた。また、タキディス王の玉座は1ヶ月間を表現した特別な30枚の絨毯と四季を表現した絨毯で飾られていた、言われている。ビクトリア アルバート博物館が所蔵するアルダビール絨毯。8世紀にはアーザルバー・イジャン地方がペルシア絨毯とアラオリの絨毯の一大産地だった。またタバリスタン地方は租税として年間600枚の絨毯をバグダートのカリフの宮廷に収めていた。当時のペルシアの主要な輸出品は絨毯で祈りを捧げる時に足元に敷く小さな絨毯の割合も多かった。 さらに、ホラーサーン、シースターン、ブハラなどの都市でもペルシア絨毯が制作されており、その優れたデザインとモチーフで需要が高かった。セルジューク朝、ペルシアからイルハン朝、ペルシアでも、ペルシア絨毯の制作は非常に活発に行われており、イルハン朝の第7代国王ガザンハンがタブリーズに建てたモスクは豪華な絨毯で埋め尽くされており、 絨毯の素材となる羊毛は特別に飼育された羊から取られたものが使用されていた。ティムールアザ、ペルシアで生産された絨毯のデザインの多くが装飾写本の挿絵であるミニアチュールを元にしている。また、絨毯を織っている場面を描いたミニアチュールも現存している。絨毯織工房には糸の染色工房が隣接していることも多かった。ペルシアに モンゴル帝国が襲来するまで、ペルシア絨毯の制作は大いに発展していった。この時代に制作されたペルシア絨毯で最も有名なものがサファビー・アサ、ペルシアでおられた、現在ロンドンのビクトリアアルバート博物館が所蔵するアルダビール絨毯である。この絨毯はタイとして制作されたもので、もう一枚のアルダビール絨毯はロサンゼルスカウンティ美術館が所蔵している。 このアルダビール絨毯のデザインは無数にコピーされ小さなものから原寸大のものまで様々な大きさの絨毯が制作されている。イギリス首相官邸にアルダビール絨毯が飾られている他アドルフ・ヒトラーもベルリンにあった自身のオフィスにアルダビール絨毯を所有していた。アルダビール絨毯は1539年から1540年にかけて制作された。 剣士と羊毛が素材として使用され、1インチ、四方あたり300から350の網目で織られており、10.55.3メートルの大きさの絨毯となっている、ロサンゼルスカウンティミュージアム・オブ・アート・シー・オルソー、ビクトリア・アルベルト・ミュージアム、ルーブル美術館に展示されている、ペルシア絨毯。2008年に、イランが輸出した手織りのペルシア絨毯の総額は4.2億米ドルで、これは、 世界の絨毯市場のおよそ30%に相当する額である。イランで国内用と海外輸出用の絨毯産業に関係する人口はおよそ120万人ほどだと言われている。イランがペルシア絨毯を輸出している国は100カ国を超えており、手織りの絨毯の生産、輸出では世界最大の国である。これは全世界で生産される手織り絨毯の4分の3を 占める規模であり、原油以外のイランにおける主要な輸出品となっている。生産されるペルシア絨毯の総面積は年間5600万平方メートルほどで、そのうちの80%がイラン国外の市場で売買されている。しかしながら近年のペルシア絨毯は伝統的なペルシア絨毯のデザインを模倣して安価な代用品を製造する。 競合諸国との激しい競争にさらされているのが現状である。2001年に完成したオマーンのスルターンカブースグランドモスクに収められているペルシア絨毯の総面積は4343平方メートルで600人の職人が4年かけて制作したものだった。ありがとうございます。